アルブレヒト・フォン・ハラーアルブレヒト・フォン・ハラーは、スイスの生理学者、解剖学者、医師、植物学者、詩人である。1757年から1766年に、書かれた人体生理学言論発刊で、筋肉の収縮や、近代的神経系理論を構築した。ベルンの名家に生まれた。1723年に、中ビンゲン大学に学び、 1725年に、オランダのライデン大学の有名な医学者、ヘルマン・ブールハーフェや、解剖学者、ベルンハルト・ジーク・フリート・アルビヌスの下で学び1727年に、卒業し、イギリス・フランスの病院などで学び、1728年に、スイスに戻った。バーゼル大学で、植物学を学んだ後、1729年から、ベルンで医師として働いた。 新たに創立されたゲッチンゲン大学の解剖学、植物学、下科学の初代教授に1736年に任命され、ハラーは大学の植物園や解剖教室を設立した。大学教授のほかに、数密顧問官、大臣や王室寺を務め、新生ローマ皇帝フランツ一世から貴族に称号を受けた。1750年ドイツの科学アカデミーレオポルディーナ、 の会員に選ばれた1753年に家族とベルンに戻り、ベルンでは著作とともに、個人員の共同経営や、声援工場の所長、エーグルの副市長などを務めた。ベルンでは後に、植物省となるトマケと南ント教国の植物を研究した。1769年にゲッチンゲンに戻るように要請があった時も、家族の反対でベルンに残った。 医学史におけるハラーの業績は解剖学においては人体の血管網を調べるなどのために数百体の人体の解剖を行い図譜を残した。動物実験も行い主張の人体生理学言論では生体の仕組みを筋肉のように刺激を受けて収縮する非刺激性の器官と感覚を伝える感覚性の器官に分類して記述し近代的な生理学のパイオニアとなった。 詩人としては1729年にアルプス地域を経由した旅行について、詩・ダイアルペンを発表した、孫に保守主義の方学者、カール・ルート・ビヒ・フォン・ハラーがいる。ハラーは、植物の学名で命名者を示す場合に、アルブレヒト・フォン・ハラーを示すのに使われる。ありがとうございます。